北口南口ホーム辺り駅より本川越え方へ進んだところにある電車、止め北口近景南口田無駅は東京都西東京市田無町4丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS17。1962年に建てられた旧駅舎が老朽化したため、田無駅北口再開発計画に合わせ、1996年に 解体した。新駅舎を建設するため、仮駅舎での営業を開始した後、新駅舎は1999年3月に完成した。同年3月23日から使用を開始し、旧駅舎時代から要望が多かったバリアフリー設備としてエレベーターエースカレーターを設置している。新駅舎が完成するまでは自動改札機は設置されず、 新宿線最後の自動改札機施設駅であった。島式ホーム2面3線を有する地上駅、京上駅舎を持つ。上石寺駅と同様に上下本線の間にホームに挟まれた抽選1本を配する形態で、この抽選が上下線の対比線として共用されている。2008年6月14日から2012年6月30日まで、時点のダイヤでは、 上り始発列車と灰島線からの列車は、主に当駅で接続していた。下り本川越方面列車と灰島方面列車は、主に小平駅で接続する。各、ホーム及び南口、北口地上部と改札外を連絡する、エスカレーターエレベーターが設置されている。トイレは改札内コンコース部に立地し、多機能トイレを併設する。 1962年から1996年前、駅舎西京ストア田梨店田梨ファミリーパーク西部、田梨ステーションビル1997年の1998年かり駅舎1999年、現駅舎田梨駅、町ステスタジオ2019年度の1日平均乗降人員は75,418人で、あり、西武鉄道全92駅中11位であり、 新宿線単独駅では最多である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通りである。北口ロータリーアスタ専門店街、リビン田無シ店南口駅前通りシチズン系本社、田無工場、新名動画本社社会福祉法人デモン会、レーモンド田無保育園田無小学校の入学式、当日の正門北口は、再開発で、 アスタビルやロータリーが整備された。また、太平洋戦争中の空襲被害を語り継ぐために、平和のリングが設置されている。その一方で、南口は昔ながらの狭い駅前であり、商店が立ち並ぶ。南口についても、駅前広場の整備が行われる予定であり、コミュニティバスの乗り入れが計画されている。北口の大梅街道沿いは、旧棚市宿であるが、 戦時中の空襲で被災して、宿場の面影は、地割り以外全くない。駅周辺の商店街は、大栄商店街、田梨北口商店街、田梨商業共同組合、田梨駅南口商店街、文化通り商店街がある。突起のないものは、西部バスによる運行。なお、2007年12月15日以前は、5番、乗り場までの設定であった。 3番乗り場発着の路線は1番乗り場後方に、あった0番乗り場から乗客を乗せていた。乗り場番号に関しては、関東バス公式サイト、関東バスナビで表示される、便宜上の番号であり、実際には何も表記されていない。ありがとうございます。